そんで、たけちゃん。ゆみちゃん。さあ、今回のご質問は、カルビがきつい28歳さんからです。ありがとうございます。久々っすね、カルビさん。カルビさん、確か27から28になって、たんですよね、確か。もともと27じゃなかったかな。もうだ結構26かと思った。あ、じゃあまた年取ったんかな。カルビさんちょっとまだ見とったら、はい、スタートが何歳やったかっていうのそもそも28ってこれが嘘やったりしたらもうむちゃくちゃ面白くない。でもなんかもうそこもさまよんでるみたいな感じやったらちょっと面白いです。まあでもね、久々ですね、カルビさん。はい、はい、では参ります。はい、たけちゃん、ゆみちゃん、こんばんは、はい、アイアンのストロングロフト化はどこまで進むのでしょう、うん、私はその要因の一つとしてドライバーの飛距離が伸びていることがあると思います、はい、ドライバーが飛ぶと3番ウッドとの差が開き、うん、その影響がアイアンまで及んでいるのではないでしょうか、はい、ミニドラが流行っているのも同様の理由だと思います、うんうん、ドライバーの反発係数規制、長さ規制、次はボールの規制とドライバーの飛距離を伸ばすのはそろそろ限界だと思います、うん、アイアンのストロングロフト化もそろそろ限界なのではないでしょうか、たけ、うん、ちゃんの考えを教えていただけると幸いです。 XYZ と、これ最後ちょっと気になる、なんなん XYZ の、あれじゃない、なんかキャッツアイじゃなくてなんだシティハンターじゃない、あーなんかそういうなんか終わり方がなんか助けてみたいな掲示板、違うかな、わかんない、掲示板に、外の掲示板に XYZ って書いたら、うん、そのなんだっけ助けてみたいな、うん、その事件があるみたいなやつだったと思う。あ、もうこれ事件なんや、事件わかりました。じゃあ由々しき事態です。わかりました、私毛利小五郎がお答えいたしましょう。だいぶカオスじゃない。良い質問ですね。正直私自身はね、もうやめますね、これもうちょっと今コナン風にやってみようんですけど、毛利小五郎の声でね、はい、ちょっとダイヤルがちょっとミスったんで僕の声に合わせますね、はい、はい、良い質問ですね、ちょっとこれ高いな、ちょっとコナン君ダイヤルちょっと回しすぎてますね。ちゃんと行きますね。タケちゃんコナン見るんや。結構好きなんですよ。はい、私自身はね、アイアンのストロングロフトカップっていうのは、まあ、昨年あたりで一段落は捨てると思ってます、うん、7番で正直25度あたりまで来てから、それ以降は少し落ち着いているように感じてます、うん、というのも実際そのストロングロフト化した理由は、そのカルビさんが書かれているドライバーの飛距離アップの要因ももちろんあるんですよ、あるんですけど、実はもっとシンプルな理由がスタートなんですね、うん、身を張りたいゴルファーが多かったっていうのが掘ったんですよね、うん、簡単に言うと、例えばじゃあゆみちゃんなんか女性がおってショートホールで、俺今から9番で打つよ、9番で、9番届くのみたいな、うん、まあ、立ってるんですかね。っていうのを何番で打ったって同伴者に伝えることで、まあ、このマウント取るっていう言い方はちょっと良くないですけど、まあ、少なくとも、まあ、自分は飛ぶぞっていうことを、まあ、アピールできるところから始まりました。でその時は正直まだストロングロフトも7番で30度前後、で昔が大体34とか33やったんが、うんうん、30度前後でもストロングロフトって言われてました、うん、が、まあ、より飛ぶというこのメーカーサイドも偉人になったんですね。じゃあうちはもっと飛ぶぞみたいな、うんうん、なってきたら、それはもうどんどん立って、偉人になり、結局25度あたりまで来てしまったんですよね、うん、でしかしそのこれ面白いのは、やっぱ僕思うのは、これゴルファーもバカじゃないんですよね、うん、意地張ることよりもスコアが良くなる方が正解ではないか、であとも同時にヘッドの見た目もあまりにもちょっとアイアンらしくなくなってきてないかっていうことに今気づき始めたんですよね、うんうん、当たり前ですけど、ロフトが立てば落ちてから止まりにくい、まあ、パン率が、ね、低くなる、うん、また打ち出し当然ね、ロフトが立つってことは打ち出しが確保するためにソールが極端に厚くなる弊害も出るんですよね、当たり前ですけどね、うんうんうん、でまた今はこういった、まあ、うちらの動画もそうなんですけど、多くのメディアがあって、まあ、情報を簡単にすごい得ることができますね、うんうん、で、まあ、メディア自体でもやっぱ行き過ぎたストロングロフト化に、まあ、警鐘を鳴らして、これ警鐘を鳴らすと、これね、これ見て、ほらちゃんとひらがな打っと、いつも前警官とか言ったんで、ここ間違ったらまたね恥ずかしい思いするんで、これちゃんとひらがな打ってます、警鐘って、はい、警鐘を鳴らしているわけですが、まあ、今後はまた、まあ、30度付近に戻っていくと考えてます、うんうん、だからまあ一旦よくあるんですけど、まあ、流れってそんな感じで行って帰るんですね、例えばドライバーの長尺が流行ったら次短尺が流行るみたいな、まあ、トレンドって結局回るって、ただその回りながらちょっとずつ進化はしていくんですけどね、うんうんうん、だからまあ要はロフトが33とか7番34から今ガン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 25度付近まで来たけど、やっぱりここはやりすぎたって戻ってる感じですかね、うん、はい、だから僕は最終的には7番は30度付近にで寄るんじゃないかと、うん、思うんです、うん、とは言っても
10年前にさっき言った7番アイアンがだいたい34度というロフトはよっぽどのプロモデル以外は採用しないと考えられるので考えられますね。だから今後はそのアスリートモデル、まあ、要はプロとか上級者が使うモデルっていうのが7番で31から33度ぐらい、うんうん、でアベレージモデル、まあ、あのアマチュアが使うやつっては27から30度ぐらいが主流になると僕は予想してますね、うん、だからそういう風な流れに、まあ、今落ち着きつつあるし、多分今後は極端なのは逆に出せないというか、出しても売れない、結局売れるか売れんか勝負になるんで、当時はストロングすればするほど他のより前のあれより飛ぶって言って売れてたんですね、うん、だんだんそれが売れなくなってきたから戻ってる感じはありますね、うん、はい、でもまあ素直にロフト角だけじゃなくって、まあ、その高さだったりスピンだったり、うん、その素材のまあ重心の高さによって、まあ、そのロフトが良かったっていうのも、そのただただその数字だけじゃなくて、うん、全体を加味して の、まあ、その角度になったっていうのもあるだろうし、そうですね、プロも34度って言ってもハンドファーストで構えれるから実際のインパクト値があの25とか27になる、ね、変わってくるから、うん、まあ、打ち方によってその変わってくると思うので、ただ単純にじゃあ7番が全部その立ってきたかっていうわけでもない、ない、うん、まあ、そのなんだろう流行みたいなのがあったけれども、まあ、まあトレンドですよね、トレンドあったけれども、うん、まあ、そのただ数字 の、 その何度違うからっていうだけじゃないんだなっていうのはちょっと、うん、あの感じたかな。なんかゆみちゃんだいぶあれよね、なんかすごいこう専門的なことを言い出したね、うん、そこが嬉しい。え、いや、じゃあそこが俺はねやっぱり、ね、隣にとって嬉しいわ。なんか普段ボケーと聞きようかなとか思いながらな、うん、そうそうそう、はい、まあまあいいんですけど、はい、ということで、ね、はい、あのじゃあそこまでストロング化はそこまでもうちょっと収まってきたじゃないかな。収まって今戻ってるでしょうね、はい、戻ってきたし、うん、ただそのまあ度数だけじゃないよっていう、いろんなその、うん、そうそう、いろんな要素、他の進化をしつつ素材がね、うん、まあこれ変えるかっていうんですか、こういうのを変えるかなくね、まあ、あの知ったことを言いたいだけですからあんまり気にしないでください。多分違いますね、多分違いますね、変える化現象って思ってますけど多分違いますね、はい、まあ、たけちゃん変える化こうしてもちょっともう分かんない感じだけど浦島太郎みたいになってますからね、はい、はい、浦島太郎もよく分からないけど、まあ知っとることは夜だけなんで、はい、はい、なのでね、まあ、ちょっとこう数字だけじゃないっていうのがちょっと分かったらいいかなと思いました、はい、はい、ということで、カルビがきつい28歳さん、ご参考になりましたでしょうか。それではサンデーたけちゃん、ゆみちゃん、また来週。カルビさん何歳からやってましたか？26、27、もしかしてこれ嘘？チャンネル登録高評価でたけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。